高材西町のこの風土、高松の風土ですね、香川県の一つの風土がその私を育ててくれた一つの源だと思いますね。混迷している今の世界の中で、やっぱり大使の、聖徳太子の和の精神という、同時にその慈しみの心ですね。そういうのは今の時代だからこそ、それを発信すべきだ。Dans la mesure où il commande aux hommes de ne pas se disputer et de valoriser l'harmonie. En japonais, le kanji qui signifie harmonie, respecter le concept de l'harmonie commande à toute l'humanité et qui est réaffirmé aujourd'hui, tandis que le monde est en proie à danser sans conflit, comme c'est le cas en Ukraine. L'œuvre de M. Hamano reflète cet esprit.出品の作品は日本人の心象に合ったすっきりとした、しかも喜びを感じて感動する魅力あるかつら利休や茶室、天地創造など日本美と西洋美に対して二元を排して初めから負に一元に徹するところで表現しました。異文化との接触はそう簡単に解決できる問題ではございませんので、ここにとどまらずに新境地を開いていくことによって自分に与えられた木曜の仕事に誠実に取り組んで研究していきたいと思っています。最後になりましたが、本展開催にあたりまして格段のご協力、ご支援を賜りました関係各位の皆様に深く御礼を申し上げます。ただ写真で見た
方っていうのはかなり多くいらっしゃると思うんですけれども、実物をご覧になった方そうはいらっしゃるんですね。それが今回非常にあのフランスのいらっしゃるお客様に、ね、強い印象を与えていると、浜野さんの作品を持ってきてくれてありがとうというような非常に好意的な受け止めが多いというふうに感じています。世界の人々に日本の文化の意識というものを、和の精神を、これを伝えることができる、これはやっぱり、芸術家にとって非常にこう光栄なことですね。自分の心というのも精神というのも見つめ直すと同時に、もう一度世界全体、地球のイメージをもう一度見つめ直す、そういう内容の深いもの、それでいて一般大衆の人の心の中にスッと入れるようなものをちょっと対策を作りたいですね。